グローニどうもしーす。はい、ということで久しぶりにフリーホラーやっていこうかなと思うんだけど、今回やるのクローニっていうタイトルなんだけど、なんか一番最初にさ、これリードミーみたいな、読んでくださいみたいなやつがあるんだけど、そこに虫が嫌いな人は気をつけてくださいみたいなこと書いてあったの。うん、頑張ってね。虫嫌いな人は気をつけてみてくださいということで、早速始めていきましょう。ゲームスタート。久しぶりにフリーホラーやるんだよね。だからね、マジホラー体制マジでないんだと思うんだけど、その辺はお願いしますって感じで、なあ、お前って黒屋敷に行ったことあるか。これ多分さ、青鬼とかのオマージュなのかな、わかんないけど。え、ないけど。家近いのに行ったことないのかよ。行くようなやつじゃねえか。そんなのはどうでもいい。とりあえずこの後実際に行ってきてくれよ。よく、どうでもよくないんだけど。なんで？なんでですか？え？僕が？なんで？いや、そうなるよな。明日彼女とダチ連れて肝試し行くんだわ。そん時にホームレスがいたとか、床が抜けるとかあったらめんどくさいだろ。だから見てきてくれよ。要するに下見ってやつだ。そんな、なんでよりによって僕なの？え、これ何？いじめられてんの？僕、もしかして。特に理由はねえけど、家近いし、つべこべ言ってねえで早く行ってこいよ。もうめっちゃ言われんじゃん。え、これあれじゃん。絶対陽キャの民じゃん。陽キャくんじゃん、これ。うわぁ、きついわ。え、今から？もう夕方だし、そろそろ暗くなってくるし。黙れよ。早く行ってこいっつってんだよ。ぶっ飛ばされねえとわかんねえのか。あ、やばい、陽キャくん怖いんだけど。やだ。過激派じゃん。行ってくるよ。一人で行かないとダメなの？お前についていく友達がいれば勝手にしろよ。あと、証拠として写真撮ってこい。明日店に来なかったらぶっ飛ばす。わかった。やだ、陽キャくん。過激派じゃん。きついわ。これ僕、まだ動かせるわけじゃないのか。あ、動かせるわ。うわぁ。あ、陰キャくんだ、これ。陰キャくんだ、これ。顔が本だもんな。体力1、気力1。次の誕生日まで120日か。年齢16歳。いい年齢してんな。この辺は何でもいいか。ちょっと待って。OKOKOK。で、俺はどうすればいいんだ。どうやってこれ調べれるのか。私有地につき立ち入り禁止。帰ってよくない？もう私有地禁止って言ったら返すことはできない。はい、了解です。走ったりとかはできないのかな。うわ、びっくりした。本当にびっくりした。なんなんだ、でっけえゴキブリだな、お前。マジでびっくりした。マジふざけんな、本当に。なんだ今の異様にでかい何か。まるで虫みたいだ。いや、虫だよ、あれ。結構長い間、いたぞ。この通路に結構長い間いたぞ。わかるだろ。死人できたろ。ゴキブリだよ、あれは。いや、嫌だな。泣いたし。なんで俺久しぶりにこんなにやって、こんなにビクビクしながらやってんだろう。扉が勝手に開いた。ゴキブリ開けたの、これ。知能指数120点かよ、マジで。ふざけんな。学のあるゴキブリとか一番嫌いだわ。思ったより広いな。もっと荒れてると思ったのに、誰か住んでるのかな。なんか鍵閉まった音したね。あ、開かない？なんで？閉じ込められたみたいだ。まさかあいつらの仕業なのか。うわぁ、陽キャくん過激派じゃん。何これ、ろうそく、セーブー。ろうそくセーブ20か16か、心もとないけど、いいでしょう。とりあえず近い場所から調べていく。相手、人参、キャロット、キャロット、何？ああ、そういうことか。開いただけか。特に何にもないか。これは？観葉植物が動かせるとかわけでもない。人参って何？すごく硬い人参。なんだ？これ何に使うんだ？とりあえずセーブしとこう。ここしかセーブができんから、ここに帰ってくるたびにセーブしたいわね。音がさ、
鍵がかかっている。これさ、青鬼特有のさ、ガチャガチャやってたら開くみたいなパターンはないかな。あー、なさそうですね。こんなきゃやってないならないわ。これ緑が動かせるとかそういう感じっぽいっすね。これちょっと待って、これ絶対ミスって帰れなくなる。だったらこれはあれだな、ここをよくてこうし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 てこう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 、オッケー、簡単だな。何これ。そんなの分かんないっすわ。え、俺だって今分かるの人参しか持ってないんだよ。人参植えるとかできんの？できるわけではないですね。とりあえずまた後だな。これはなんか入手したら来ようか。人参が鍵になってるとかでもないと思うし、とりあえず1階から探索していこうかな。結構入れるね、しっかりと。誰かが書いた日記のようだ。7月2日、俺はやっと金が貯まってきて趣味をする余裕ができた。その趣味とは、虫を観察することだ。お前のせいでこっち、えらい被害があったぞ、お前。なんで初動ゴキブリに襲われなあかんねん、お前。午後3時2分。これかな？数字。大体こういうのって大事じゃん。ちょっと待って、メモがいるかな？ちょっと7月2日、ゴキブリ観察。違う、虫観察。まあいいや、覚えれるだろう。午後3時2分。ということは、ちょっと数字入れてきてみるか。あそこに、試しにね。午後3時2分ってことは、05、じゃあ15、これか？ん？開かないですね。違いますね。探索してきますね、ちゃんと。まあ、一回数字見つけても全部探索してからにするか。What time is it now? あ、ここね。はい。ここですか。こうだね。OK。保管部屋の鍵。この辺は開いても何もないんだな。保管部屋の鍵ってどこだろう。ここではなさそうだな。これは多分宝箱的なやつなんだよな。で、この辺見ても何にもないと。まな板と包丁。包丁ぐらいさ、一本ぐらい持ってかん？身の安全守る上でやっぱ大事だと思うよ。包丁って。うん。で、とりあえずアイテム1個ゲットできたんで、保管部屋の鍵をゲットしたから、そこなのか。ここかな。あ、ここではないのか。多分勝手に使うよね。あ、そうだよね。だったら上行きますか。そんなに思ったより広くないか、これもしかして。花があるね。なるけど、何もないね。何かが引っかかって開かない。人参？え、な、人参2本あるよ。あれ2本ゲットしたっけ？全然気にしてなかったわ。人参2本。これ何？人参集めたらクリアする。そんな感じ。こっち奥行けない。こっちは？あ、ここが保管部屋か。なにこれ。ナッシング。何が？何が？あ、でもこれ多分あれだな。あ、はいはいはい、分かったかもしれん。これ多分、もう一個なんか紙とか重ねて、数字が浮かび上がるパティのやつだな。誰かが書いた日記。7月8日。虫が好きだ、俺だが、特に気に入ってる虫がいる。それがゴキブリだ。あの生命力、何か惹かれるものがある。近いうちに飼うよ。お前が飼ってるゴキブリのせいで、こっちは偉い迷惑してるって話をさっきしただろ、お前。もう一回してやろうか、その話。おう、自習室の鍵を手に入れていく。うわ、びっくりした、びっくり。あ、びっくりした。え、おい、どうしたいの、これ。いた、こっち出して、こうだな。オッケー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 。びっくりした。ふざけんな、マジゴキブリ。でも、生命断ち切るぞ、この野郎。セーブしよう。あー、びっくりした。なんなんだ、あいつ。いや、こっからあれか。出てくる感じか。鍵がかかってリング。鍵かかってリング。とりあえず上行ってみるか。びっくり。もうやだな。ちょっと嫌になってきたな。ただなんか、ホラー要素がさ、ゴキブリってだけあって、まだちょっとなんか、あれだね。受信機。優しい感じするわ。見た目がえぐくない。もうなんか5桁はわからんな。ニコニコニーって全然違うな。あ、なんかあれ、これあれだ。日記だ。10月3日。何なんだ、あの化け物は。
部屋の人はほとんど食われてしまった。まさかあれがゴキブリだというのか。私がここから生きて出ることはできないだろう。これが誰かの元に届くと信じて。10月3日。なんかメモ残せ、もうちょっとしっかりした。今もっと、うわ、びっくりした、ダメ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 、これ無理です。とりあえず自習室の鍵があるから自習室探すって感じなんだけど、ここではない。ランダムなんかだったらここしか開く場所ないよな。なんで戻ったの今、なんで迎え入れたの今。ここかな。うわ、やっぱ来るか。だったらこれ巻くしかないか。うわ、絶対来るのこれ、もしかして。必要には追ってこないんだな、あいつ。じゃあちょっと入っていく。おー、来ない。オッケー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 。日記7月25。ああ、ここは25日か。はい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 。ゴキブリを飼い始めてから1週間経った。その中で新たに気づいたことがある。あの繁殖力だ。気づいた時には飼った時の倍近くになっていた。本当にお前何してくれてんだって感じなんだけど、こっちからすると。これはメモですね。はい、すいません、これはメモですね。ちょ、写真撮りますわね。いや別に話全然関係ないんだけどさ、もともと私アンドロイドの民だったんだけど、ついにね、私 iPhone に手を出してしまったんですよ。 iPhone11 に変えたんですけど、画質がいいね、本当に。何の話してんだこれ。間違えた。うわ、出てきそう。あの隙間から来そうだな。8月12日。あの人がゴキブリを飼っているからだ。人の至るところでゴキブリを見るようになったのは、何度言ってもゴキブリはいなくならない。いや、すでに手遅れなのかもしれない。最後のページ何か挟まっている。寝室の鍵、寝室キーゲットしたけど、ちょっとあの奥気になりんご、すごい気になりんごなんですけど、どうしよう。出てくるよな。うわ、来ねー。狭くて入れそうにない。入れんのかい。うわ、そう、やっぱ出るんか。うわ、挟まれるのはなし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 。危なし、危なし。こう本当に勘弁してほしいんだけど、マジで。寝室の鍵をゲットしたということは上だな。ここじゃない、下か。こっちか、こっちかだな。ここだ。せめえな、ここはまずいぞ。ここで来られるのはまずい。9月15日。まさかこんなことが起こるとは。これが突然変異というのだろうか。信じられない大きさの個体が生まれてしまった。もう俺には手を負えない。終わりだ。いや、終わらすなお前。自分で何とかせんかも、それ。何これ。あ、ちょっと待って、さっきの画像のあれなんじゃないか。ちょうどよ。多分ぽいな。863409。は ?123456。6文字も使うさ、場所あった?スタートが863409。わかんないな。まあ、なんだろう。メモしとこうかな、一応。メモ帳がないんだよね。困ったな。メモ帳がないんだよな。ペンはあるんだけどな。なんか適当な紙に書いとくか。これでいいや。なんだっけ、863409。 OK、 863409は分かったっけ。ここだ。はみ出てるもん。はみ出てるもんな。86違う86 34 09。 IT ク送信機。あー、さっきなんかあったね、受信ななんちゃらみたいな場所は。何もなし。ちょっと待って、怖えな。来るぞこれ多分。上だよな。上に行かなきゃいけないんだけど、一旦これ下に行きたいな。セーブしに行こう。うん、確実に何かアイテム手に入ったらセーブしよう。これを心がけていこう。俺だってもうなんかあんこきぶりに何回も会うのちょっと精神的に辛くなってくるところあるから、これは上に行って受信機を接信機につなげるパターンのやつだと思うんだけど、
ね、ここなんだけど、で、これを、うわー、ここで来るのはちょっと違くない？ねえ、キモお前、動き方きっしょ。誰かが書いた日記、これさっき読んだんだよな。何なんだ、あの化け物は。ほとんど食われてしまった。まさかあれがゴキブリだというのか、私がここまで出てくることはない。これはもっとできる。信じているけど、送信機、受信機関係なしんぐ。あ、もう来ないわ。いや、でもどうしろと。これで使えるのか？は？いや、何やっとんねん、お前。どうしたらいいんだろう。受信機はあるけど、送信機もあるよね。でも何もできないと。開ける。とりあえず開けるけどさ。ん？電池がいるんだ。電池がいるんだろうけど。え？あと何ができるんだ？なんだ、人参。なんでお前人参今切るん？暇なんか？埋め込まれていた。鉛筆。分かってたんだよな。そうそう。まあ多分そうだろうなって思ってたんだけど、鉛筆を入手したけど、まだ人参1個残ってるんだよな。あ、なるほどね。これ使って人参を調理すれば、中からなんか出てくるんだ。鉛筆2本ゲットした。OK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 。 分かったで、あれだ、あの数字が若干切れてた部分、うーん、どこに行くんだな。 OK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 。 ここだ。これに鉛筆で、あれ、あれ俺てっきりこれなんかこすって写し絵みたいにやるんかなと思ったんだけど、あれ、あっ、ん、あっ、来ましたわ。いや、分かってはいたんだけどね。分かってはいたんだけど、やっぱみんなに考えてほしかったと言いますか、うん、そういうのがあってちょっと答えるのをずっとはぶらかしてきたんだけど、あのですね、まあ、ナッシングという意味を、まあ、しっかり考えてもらえばわかるかなと思うんだけど、ここに足りてない部分だけで線を引くと7534になるから、これが多分どっかに入れる数字なんだよな。なんて言うんだろう。わかるでしょ？わかってくれ。ここに今書いてある部分じゃない場所に線だけ足すと、まあなんかそういう数字が出てくるってことよ。まあそういうことよ。どこに入れんねん、これ。場所、あれは分かったけど、数字は分かったけど、どこに入ればいいんだろう。どっか入れる場所あったっけ？ここ空いてる。上か？じゃあ。でもこれ、ここ4つだもんな。あれか。人参畑か。うわ、出てきたな、お前。出てきたな、お前。上行けばお前切るの知ってんだからな、こっちは、バカ野郎。うわ、下から来たな、今度は。いっぱい来たな、これ。上行ける、行ける、間に合っていく。間に合っていく。いや、時間かかったね。まあ、トイレも行ってたんだけどさ。うん。で、これを多分、これでようやく進むな。ああ。ここに、なんだっけ、7534って打つと、あ、クーパールを手に入れていくんだけど、これ逆にどこ使うねーバールどこ使うねー、どこ使うねん、バール。ここに来て力技かよ。どこに使うんだ、バールって。マジでなんかあったっけ。外すような場所ある？また探索かもう一生探索マンだな、これ。もしかして、あ、なんか引っかかって開かないって場所あったっけ。あ、すげえ、あったな、そんな場所。どこだっけ。あ、ここだ。あ、びっくりした。ちょ、一旦こいつ巻いて、ここだ。にバールだ。よし、電池手に入れていく。で、この電池をはめる。
そうすると送信機で送ったのかこれで。ん、ちょっと待って、一旦とりあえずセーブしに行こう。何か進んだらとりあえずセーブしに行くっていう、やっぱこれルーティンにしていった方がいいと思うから。うん、で一番上か、オッケー。ああ進んできたね、なんとか。一時は積んだかと思ったけど、これだな。送信機使って受信されてきたのが951226。ちょっと待って、これは写真撮る必要もないから95126。うお、間違えた。95126、開いていく。地下室の鍵、地下室の鍵どこやねん。地下室、地下室なんて見かけんかったぞ俺どこに地下室あったね、そこか。ちょっと待って、一旦セーブしに行こう。ダメダメダメ、なんで前出たばく。あ、こねこねこ、オッケー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 。たまにね、レンチョンでボンバン来るときあるんだよね。そこに何かいるんじゃねえのかくらい。いや、来たねで、これ多分時間かけるとね、数増えるんだよね。ポンポコポンポコ生まれてくるときあるから、ここしかないよね。一応2階なんですけど、真っ白の紙に来る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 。やばい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 、ちょっと一旦下がろうか、これ一旦下がろう、一旦下がろう。で、もう一回戻ろう。なんか書いてある？あ、書いてない。これ鉛筆か？あ、これできた。来た来た来た、4にメモしとこう、メモしとこう。危ねえ、俺は見逃さねえからな。残念だけど、残念だけど俺は見逃せねえからな。写真撮っておく、高画質。で、開けとこうか、一応。んこれじゃないかこれじゃないか。すぐ来たな。びっくりしたな。4なんだっけ ?4280 か。4280。入っていく。脱出庫の鍵。OK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 。もうとりあえず行っちゃうか。あ、これ来るぞ。100来るぞ。100来るぞ。やべえ、めっちゃ開いた。今めっちゃ開いた。やべ、ちょっちかく、やばいやばいやばい、ブル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 、それは無理だろう。いや、あの、それは無理ぞ。お兄さん、それは無理ぞ。意外とまっすぐだったらさ、逃げれる説ない。意外と無理。行くぞ。まっすぐ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 抜けて。いや、左のゴキブリ。うざーのゴキブリ。あいつマジなんなん？ランダムじゃないのか、動き。いや、なんかさ、詰まった人のためにみたいなやつがさ、データファイルにあったんだよ。で、それ読んだの。ここの部分だけ。読んだんだけどさ、なんか、扉の前の道をまっすぐ抜けていけば大丈夫ですよ。大体クリアできます。動きはゴキブリの動きはランダムですので、みたいな書いてあるの。大体突破できますって書いてある。全然突破できないから。何これ。ね、ゴキブリの動きランダムみたいなこと書いてあったんだけどさ、いやもうすごく規則正しく、しっかり一番最後に俺に接触してくるんだよね。大体突破できるわ、全く突破できないの、これどういったもんなのかね。マジでクリアできん。扉の前の道を一本木を抜けてまっすぐ歩けば行けますよ。今その状態です、私その状態なんですけど、絶対に左のゴキブリが私に寄ってくると。もう何なんでしょうね、一体。お、いける。いた？え、何？いた。ああ、いた。ああ、俺さ、同じデータずっと使っとったもんで、一回やり直したんだよ。わざわざやり直したら、いけたー。で、お前どうだったんだ？本当に行ってきたんだろうな。陽キャくんじゃん。うん。ちゃんと行ってきたよ。ほら、写真もあるし。そうか。そりゃよかったわ。んで、特に何もなかったわけだ。うん。あそこは雰囲気もあるし、楽しめると思うよ。そうか。まあ、なんもなかったならそれでいい。今夜は俺らが行くからよ。陰キャ君の復讐だ。うん。
いってらっしゃい。陰キャ君が復讐した。陽キャ君に。やっぱ、うん。あ、終わった。いや、あのね、絶妙な怖さだったね。そして絶妙な難易度だった。今なんか、復帰戦みたいな感じだったから、久しぶりにフリーホラーやったもんでさ。いや、もう、やっぱ突発的に出てくるのにはマジでビビるね。うん。で、陽キャ君はね、やっぱね、よくないと思う。うん、粉、すごい、爪みたいな、マキシマムザホルモンのタイトルみたいなっていうのは。何の話してたの？陽キャ君か。陽キャ君は、もっと、人に優しくした方がいいと思うよ。